スパルタブラとケセとシャブルとハク。僕ちょっと考えてたことがありまして、ここ最近ちょっと聞きたいんですけど、みんなに俺らのグループ名出さない。まあでもそうやな、カタカナってのがな。その通りや。ああ、その通りなんや。そう、今さ、エスポワールカタカナでさ、トライブが英語やん。カタカナ英語ってなんかちょっと見た目が悪いなと思って。そういうことね。なるほどね。そう、ほんでアイキャッチではさ、英語やん、エスポワールトライブって。英語に変えへんっていう相談。エスポワールのとこを ESPOIR、 アイキャッチである形にした方がかっこよくないって思って。ただそのカタカナも壊したくないから、英語かっこエスポワールトライブカタカナみたいな。なるほどね。フィッシャーズさん的な。そう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 。はじめ社長さんもはじめ社長かっこはじめにしてなんか。ああ、確かに。ちっちゃいことがわからん子もおるもんね。そうそうそう。ヒカルさんもヒカルかっこヒカルやったり、結構おんねんな。結構みんな英語にしてあんねんな。そう、俺のやりたい形でこのフィッシャーズさんみたいにエスポワールトライブで、その後にカタカナでエスポワールトライブ。なるほど。なるほどね。めっちゃいいやん。だからどうしたいかっていうと、まあテロップにも出しますけど、こんな感じ。なるほどね。こんな。なるほどね。エスポワールトライブ、エスポワールトライブみたいな。めっちゃかっこいいなこれ。今までのめっちゃ出さない。そうやね。もうこれ去年の夏ぐらいから思い出してて。思ってたんです。そうなん。ただ急に変わったりしてみんなびっくりするかなと思って。確かに。確かに。何も言ってなかったんけど。これ聞いてと。全然いいと思う。上手がいいですかね。なんか意識したことなかったけど、こう見たら絶対上じゃん。いや、間違いない。この形をなじませようと思ってわざとアイキャッチにしてた俺は。英語のそういうことね。ほんでな、変えるってなったら今やと思うね。100万人規模とかなっちゃったらさ、確かにね、びっくりするやん。いや、これは変えてもいいって。そうだから俺らだけじゃなくて視聴者さん的にも教えてほしい。コメントで書いてほしい。今までの方がいいとか、変えた方がいい、いや英語の方がいいとか教えてほしいかなっていうのが、ちょっと今日メンバープラス視聴者さんに聞きたかったことが一つ。はい。で、二つ目。これ、英語にするにあたっての話やねんけど、英語にもししたら、アイコン変えなあかんやん。確かに。アイコンさ、今俺らなんか檻の。ああ、なんかもう刑務所時代のやつやろ。どうですかみたいな。変えたいよ、俺もあれは。あれって誰が作ったんやっけ？うだちゃんが最初あれにしてて、ほんで俺がそっからエスポールトライブに変えただけ。あ、そうやったっけ？そうや、俺やわ。そう、だから、アイコンとかかける人みんな送ってほしいなと思って。ああ、いいね。正方形の絵やんな。いや、丸やな、今やったら。そういう絵うまい人とか作られへんかなーとか、ちょっとおしゃれな感じで。そう、ロゴとか作るの得意な人いるかなーと思って。うわ、お願いしたいな。マジでお願いしたいな。もしよかったら、概要欄に Twitter 貼ってるんで、そこで、その Twitter で送ってもらえれば、いいのがあれば、いいのがあればね。それをアイコンにしたいかなーと思って。はい。そう、デザイナーさんにお願いしようかなとかも思っててんけど、視聴者さんでないいのが、もしあれば、そっちにしたいかな。そうやね。まあ確かに。見てる人やからね。作ってとかじゃなくて、もし、そういうのが興味あったり、時間ある人だけでいいんで。確かに。お願いします。もしよかったら大募集ですよ。大募集みたいな感じで。一つ目がまあグループ名どうしようっていう相談と、二つ目がアイコンの相談かな。なるほどね。です。みんな今のことを聞いて、この英語がどうかっていうのをコメントで教えていただければありがたいです。お願いします。で、まあ賛成が多かったらそのうちね、霧のいいとこで変えようと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。アイコンもね、この英語とかで変えてくれたりしたら助かるかもしれないです。スペル間違んといてな。 ESPOIR ですかね。今回はこんな感じの相談の動画でございました。はい。初めてのタイプだね。俺ら絵描かれへんし、そう無理やね。下手やね。須田ちゃんちょっと一回絵で描いてみて。あ、いいよ、描いてあげるわ。エスポのアイコン、そう、丸でな、ちゃんと。例えば、じゃあ例えばこんなんやね。例えばね、それをちょっと見んといてほしい。須田ちゃんがもう、じゃあちょっとスペル確認してんぞ。やばいやろ。あ、来た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 。例えばこういう感じでってことで、本当に例ね。フォーエグザンプルね。せーの、これ。エスポワールトライブで俺ら。潜在写真も何も撮ってへんのに。なんか絵みたいな。かわいい絵みたいな。イラスト系ね。一番いいのはさ、絵じゃなくてやっぱロゴやと思う。ああ。俺らのロゴさえあったらさ、グッズとかにもできるやん。確かに。そうそうそう。これちゃうわ。ただ写真でいけんのはソロの人。あ、ほんまに。確かに確かに。東海さんもフィッシャーさんも全員ロゴやん。そっか。あ、ロゴが一番いいかもね。だから無理に4人入れるよりは、俺はロゴの方がいいと思う。4人とかじゃ見にくいからね。確かにね。ということで、上先輩のデザインこんな感じでした。そう、こんな感じ。皆さんコメントどしどしお待ちしてますんで、よろしくお願いします。お願いします。以上、ご相談動画でございました。はい。ご相談動画でございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。See you next time。走り出したこの息吹を風に乗せて今。